木立朝鮮朝顔族ナスカの族の一つで、低木、または、高木である。学名のカタカナ表記で、ブルグマンシア族と呼ぶこともある。また、演芸名で、エンジェルストランペット、エンジェルトランペットと呼ばれることが多い。花言葉は、愛嬌、偽りの魅力、変装、愛嬌。かつては禁煙の朝鮮朝顔族に含めていた。そのため演芸名では、 朝鮮は佐川族の学名から、ダチュラの名が使われる場合もある。オランダの植物学者セバールド・ユスティヌスブルグ・マンスに、ちなみ、クリスティアーン・ヘンドリク・ペルズーンにより命名された。春から秋にかけて、下向きに垂れ下がった花をつける。つぼみには、卵形、球形、防水型などがあり、花は、つぼみから飛び出すような形で咲く。花弁の先端は、5つに分かれ、そり理解る。 原産地はアメリカの熱帯地方だが暑さが苦手で高地にしか生息していない。そのため温帯気候の日本では下記の生育が緩慢になり管理を怠ると最悪枯れてしまう場合もある。しかし木立朝鮮朝顔族は低温に強く丈夫で育てやすい植物である。春暖かくなってから旺盛に生育してゆき開花時期には大型の株に たくさんの花をつけるのがとても魅力的である。かつては、木立朝鮮朝顔族が、朝鮮朝顔族から独立していなかったが、現在は別族として扱われる。その名残からか両族よく混同されている。ダチュラと呼ばれていても、実際は、ブルグマンシアということが珍しくない。両族の違いは、以下の通り。木立朝鮮朝顔族の植物は、 抗議の挑戦アサガオの仲間であり、同様に有毒植物である。含まれている成分は、スコポラミン、ヒオスチアミンなどである。薬草に使われることもあるが、一般には毒草として扱われるので、取り扱いには十分注意が必要である。主に地下茎から抽出した成分は、聴覚性幻覚、急性地方、行動異常を引き起こす。 花の色や形などで様々な種類が存在する。ありがとうございます。